刑囚の最後の言葉、勝田清隆。死刑確定、1994年2月5日、執行、2000年11月30日、享年52、処刑地、名古屋拘置所、日本犯罪史にその名を刻む勝田清隆、消防隊員という表の顔を持ちながら、1972年から1983年までの12年間で8人、自供では22人。の女性を殺害した期待のシリアルキラーだ。1件目の犯行、被害者中村博子さん、消防士になって5ヶ月が経った1972年9月13日のこと、午前5時過ぎ、勝田が京都市山科区で空き巣に入れそうなアパートを物色していると、三笹木別所町のアパートで窓が少し開いている部屋に気づいた。その隙間からハンドバッグが見えたので、勝田はこれを盗もうと考えた。しかし、侵入したところを住人のクラブホステス、中村博子さん、当時24、に気づかれてしまう。泥棒、警察に通報すると騒がれた勝田は逆上し、中村さんを強姦した上でストッキングで首を絞めて絞殺、さらに現金1000円を奪って逃走した。2件目の犯行、被害者藤代玲子さん、1975年、昭和50年、7月6日午前1時過ぎ、勝田は大阪府吹田市で空き巣に入れそうなマンションを探していた。すると、大阪市北区の高級クラブ経営者、藤代玲子さん、当時35、が、フェアレディ Z から降りるところを偶然見かけた。勝田は藤代さんからバッグをひったくることに決め、彼女にそっと近づいた。しかし、ひったくろうとした際、藤代さんは抵抗、揉み合いとなった挙句、勝田はそばに落ちていたロープで藤代さんを絞め殺してしまう。勝田は藤代さんのバッグから現金約10万円を奪い、遺体をフェアレディ Z に乗せて農業用水地に遺棄した。それから証拠隠滅のため、指紋のついた車に放火した。3件目の犯行、被害者伊藤照子さん、1976年、昭和51年、3月5日午前2時35分頃、勝田、当時27、は名古屋市中区千代田の路上で、死亡例、カマロから降車する高級クラブのホステス、伊藤照子さん、当時32、を見つけて後をつけた。そして、マンションに向かって歩く伊藤さんの後ろから近づき、バッグを掴んだが騒がれてしまう。勝田は逆上して伊藤さんを絞め殺し、現金約12万円を奪った。遺体はカマロに乗せ、40分ほど走行して長久手町の休耕地に遺棄した。この時、捜査を攪乱させるため、遺体の局部にすすきを刺して変質者の犯行と見えるような偽装をした。4件目の犯行、被害者増田明子さん、1977年、昭和52年、6月30日午前2時頃、勝田、当時28、は名古屋市南区でいつものように空き巣に入るアパートを探していた。すると笠寺町西の門で、麻雀荘のパート従業員、増田明子さん、当時28、が、鍵をかけずに犬の散歩に出かけるのを目撃する。勝田は部屋に忍び込み、奥の部屋の家具から4万円入りの封筒を盗んだ。そして部屋を出ようとしたところ、帰ってきた増田さんと鉢合わせてしまう。驚いた増田さんに騒がれた勝田は、部屋の中に彼女を連れ戻し、そばにあった紐のようなもので背後から絞殺した。5件目の犯行、被害者敷名佳子さん、1977年8月12日午後11時過ぎ、勝田、当時28、は名古屋市昭和区小桜町で空き巣に入れそうなマンションを見つけ、帽子やサングラスで変装して3階通路をうろついていた。すると目の前のドアが開き、住人であるポーラー市販売会社の美容師、敷名佳子さん、当時33、に、ここで何をしているのか、と咎めるような口調で言われた。敷名さんは明らかに怪しんでおり、騒がれそうな気がした勝田は敷名さんを部屋の中に押し込んだ。そして、顔を見られたので通報されるとまずい、と考え、敷名さんをパンストで絞殺、遺体はベッドと壁の間に隠し、部屋を物色して45万円相当のダイヤの指輪を盗んで部屋を出た。銃による連続強盗殺人、1977年11月20日、奈良県天理市の銃砲店の前に駐車している車から、猟銃を盗み出した。これまで勝田は力で劣る女性ばかりを狙い、
考察を繰り返してきた。しかし、猟銃を手に入れたことで、仕事で大金を扱う男性を狙うように犯行にも変化が現れた。6件目の犯行、被害者井上博正さん。1977年12月13日午後5時過ぎ、勝田、当時29、は兵庫県神戸市吹屋行く、現、中央区、脇の浜町の路上で見かけたある男性を強盗のターゲットに決めた。この男性は、兵庫労働金庫神戸東支店、職員の井上博正さん、当時25、で、その服装や雰囲気から、集金帰りの銀行員、であると目星をつけたのだ。井上さんがとある会館ビルの駐車場に入るのを、勝田は追跡。午後5時過ぎ、黒いカバンを持ってビル北側通路を歩いてきた井上さんに対し、すれ違いざまに散弾銃を突きつけた。勝田は、静かにしろ、金を出せ、と脅迫したが、井上さんはとっさに激しく抵抗した。射殺するしかない、と決意した勝田は、井上さんに散弾銃を発射して重傷を負わせ、現金410万円を奪った。左肩から肺にかけて散弾30数発を浴びた井上さんは、2日後に出血多量で死亡した。7件目の犯行、被害者本間一郎さん。1980年7月30日午後11時過ぎ、名古屋市名東区高屋城のスーパーマーケット、中部松坂屋ストア1社店、現、マックス、バリュー、で、勝田、当時31、は帰宅しようと車に乗り込んだ夜間店長の本間一郎さん、当時35、に散弾銃を突きつけた。そして、静かにして言うことを聞けば何もしない、と脅迫し、本間さんに事務所の金庫を開けさせて総額576万円余りの現金と商品券を奪った。その後、本間さんに盗難車のカローラを運転させていたが、中区にある車庫に停めさせた。そして本間さんにネクタイで足を縛るように命じ、自身は着用していたヘルメットを脱ごうとしたところ、本間さんがいきなり散弾銃の銃身を掴んで奪おうと抵抗した。勝田は、確実に逃走するためには殺害するしかない、と決意。午前0時30分頃、本間さんの胸めがけて散弾銃を発射し、出血多量で死亡させた。8件目の犯行、被害者神山光晴さん。1982年10月31日午前2時55分頃、勝田、当時34、は静岡県浜松市内のスーパーマーケットに拳銃を持って押し入るも、隙を見て店外に逃げた店員らが、強盗だ、と叫んだため、諦めてその場から逃走した。一旦帰宅して午後6時まで眠った後、午後8時過ぎに再び強盗のためにクラウンに乗って家を出た。午後8時半頃、名神高速、大津サービスエリア上り駐車場に駐車した勝田は、溶接工、神山光晴さん、当時27、のワゴン車の助手席に強引に乗り込み、名古屋まで乗せて行ってくれ、と頼んだ。神山さんは、千葉県市原市に帰る途中だった。走り出してすぐのこと、隠し持っていた拳銃が足元にこぼれ落ち、神山さんに見られてしまう。拾い上げた勝田は、逃げると撃つぞ、と脅し、瀬谷市インターチェンジから国道1号線に出て、名古屋方面に向かわせた。午後9時30分頃、神山さんは車を急停車させ、勝田から拳銃を奪おうとした。二人はそのままも見合いとなるが、怒った勝田は神山さんの胸に発砲。動かなくなった神山さんを後部座席に乗せたまま、勝田は名古屋市内の深夜スーパーを狙うため、国道41号線を名古屋に向けて走った。しばらくすると、神山さんが、水をくれ、と言葉を発した。まだ生きていたことに驚いた勝田は、神山さんを病院に放置しようと探すも見つからず、やがて神山さんは死亡した。この時、勝田は神山さんから現金4万円を奪い、名古屋での強盗を諦めて再び名神高速道路に乗った。テレビ出演、1977年7月には ABC テレビのクイズ番組、おっと、でドンキシャ、三妻と出演し優勝したのだから、その大胆さに驚愕する。逮捕、1977年12月以降は12による連続強盗殺人に犯行をエスカレートさせるも、1983年1月、名古屋市で銀行から金を下ろしたばかりの男性を銃で襲った際、取っ組み合いとなり、騒ぎを聞きつけた行員らに身柄を取り押さえられた。そして午後1時50分、
勝田は駆けつけた昭和警察署員に身柄を引き渡され、強盗致傷の現行犯で逮捕された。1994年1月17日、最高裁で勝田に死刑が確定した。執行当日、勝田は両親と義士に宛て対象を書き終えた後、タバコを一服してから刑場へと向かい、刑務官に最後となる言葉を発し、被害者の名前を挙げながら、ごめんなさい、と呟いたそうだ。最後の言葉。